バチコイ心理学バチコイありがとうバチコイ YouTube 見ましたありがとうございます。アクセプタンスいい言葉ですね、笑い。さて、お二人とも温泉や旅行はお好きですか？このご時世、なかなか遠出が厳しくなってきていますが、おすすめなどありましたら今後の参考にしたいのでお聞かせくださいというお便りです。なるほどですね。まさに我々にぴったりなお便りですね。まあ、岩野さんといえば旅みたいなところはありますからね。まあ、否定はしないけど同じようなもんだろう。ね、光り輝くか旅かどっちかですからね。その二択は何？何をしたいの俺。岩野さんにとって光り輝いてた旅ってどんなんでした？光り輝いた旅、輝いてたか。あ、函館かモンゴルですね。函館かモンゴル。交通行が見つからない。はい、ヒッチハイクで日本を旅したことがあるんですよ。で、その時函館の何裏夜景っていうの、なんかはいはいはい、ありますね。夜景が綺麗な表夜景じゃなくて、その何山の反対側。そう、山、函館山が夜景が見えるところなんですけど、逆に函館山を見ながらの夜景を見れるっていう。そうそう、町から結構反対が山越えるから遠くじゃないですか。そうっすね、結構遠いっすね。でそこまで行って、で夕日を見て帰るかっていう時に、あれ交通機関あんまり良くねえなと思って、歩きながらヒッチハイクしたんですよ。当時20歳ぐらいだったかな。なんか40分ぐらいヒッチハイクしてたら、なんか旅行帰りのお姉さん2人が乗っけてくれて、あと何してんの？ヒッチハイクです。そうだよね、わかるっていう話になりました。そりゃわかる。それがまあ輝いたっぽいけど、まああとはモンゴルであれですね。知り合いがいるって言われて、こう行ったら、そいつが出張に出てて、なんか日本語喋る人が誰もいない中で、親族と一緒になんか羊を食ったってことがあります。光り輝いてるな、やっぱり。もうね、輝きましたね。シャキーンって感じですね。シャキーンでしたね。青木くんのシャキーンはないの？輝いてるやつ。僕のシャキーンですか？私のシャキーンか。うん。シャキーンな旅ですか？いや、輝いてる旅でもいいけどさ。輝いてる旅。何かね。あんまり一人旅とかしてるイメージないけど。そうですね。誰かのとこに遊びに行くことが結構多いですけど、福島にいるから、まあコロナとかじゃなくて普通に移動できるときは、なんか近隣をなんか一人でプラーって回ったりはしてますけどね。あ、この間蔵王だっけ行ったって言ったの？あ、蔵王も行きましたね。山形だっけ？山形です。あそこのね、サウナがいいんですよ本当に。またサウナ。いやだからどこ行ってもサウナじゃねえか。結局さ、そういう話になって、まあ、そこはもうロウリュもついてて、もう最高なんですよ本当に。ロウリュついてるのに、あ、だめ、俺が乗っかっちゃダメだな。そうなんですよ、ザオは良かったですね。ザオ俺も行ってみたいな。あと白波さんのご質問は温泉とかって話でしたけど、いや福島マジでいいっすよ本当に。あ、福島線いいね。福島の温泉はいいっす。なんか硫黄泉もあるし、硫黄泉はもう本当に破壊力満点で、二日酔いの今野さんは二日酔いをさらに増してしまって、さらに具合悪くなってたっていう。全然ダメじゃん。それぐらい威力はありますね福島の温泉は。あ、福島もまあ当然大分もね、温泉は別府がありますから有名ですけれど、大分はあそこ良かったですよ。あの寒の寒の地獄、あー、あの冷戦ね、夏しかやってない冷戦、冷たいんですよね本当に。サウナがないから、あれ13度とか14度ぐらいでしたっけ？いや、もっと低いよ。12、3度じゃないかな。ですよね、温泉で12、3度だから、もう本当に入ってると震えてくるんですよね。震えたらヒーターに行きましょうっていう変わった温泉ですからね。あのボイラー室に入ってると整うんですよね。だから結局このサウナの話になっちゃうから、じゃあ岩野さん最後にいい温泉を紹介してあげてください。いい温泉、あ、でもなんだろうね、宮城か、宮城の桜並温泉。
あそこはねすごい良かった。あ、そうなんだ。あれね、泉質もまあいいんだけど、なんかね、大きいホテルの中にその点在してるんですよね、何箇所かその湯船が。ああ、そういうことか。で、あの浴衣貸してくれて、でこうなんか、ね、中結構迷宮みたいになってて、うん、あれはなんかね、家族で行ったら面白いと思いますね。はいはいはい。いろんな温泉行きたいです。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。